マツコの知らない世界、宇多田ヒカルが出た回の1本目にチェーン店ポテトフライの世界というのがあって、最近美味しいポテトを見つけたということで、それが快活クラブのポテトだったということで、食べてみたくなったんで行ってきました。快活クラブですけど、ちなみに紳士服の青木が経営しているそうです。そして、普通なら無料の会員登録をしないと利用できないみたいなんですけど、マツコの知らない世界でポテトが紹介されたので、それでなのかどうかわかんないんですけど、1月13日までは会員登録をしなくてもポテトが食べられるということで行ってきたわけです。ちなみに朝の6時から10時半まではポテトと食パンは食べ放題みたいですね。ソフトクリームは常時食べ放題のようです。まあ、今回マツコで紹介されたポテト食べに行きましたけど、会員登録してないんで、今後行くかどうかは今のところ分かりません。ちなみにポテトの方ですけど、美味しかったです。某店よりは美味しい気がしました。何が違うかっていうと、まず揚げたてじゃないのに揚げたてのようなパリパリ感がある。そしてこれはテレビでも言ってましたけど、30代40代に合うような味付けをしているということで、美味しかったです。ちなみに衣を薄くつけて揚げているそうなんで、やっぱり他のハンバーガーチェーン店みたいなところのポテトよりは美味しいのかなって思いました。